はい、ではね、もうちょっと早速始めたいと思います。今日はなかなかちょっとついさっきまで資料に取りかかっていてね、なかなか難しい。もう私、結構これすごい息巻いてですね、はあって思って、このトピックやりたいと思ったんですけど、うん、なんかね、改めて勉強してみると、すごい結構難しいなーって今すごい思っていて、まあでも話していくうちに、 メンバーなら何か糸口が見えてくるだろうという気持ちで、まあ、ちょっとやろうかなというところです。はい、ではというである、改めまして、次、え、一、ー、ファミリーミーティングありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですねあの、まあえっと、お知らせした通りなんですが、久しぶりに KD の哲学クラブをやろうということで,で、まあ、もちろん心の健康とかですね、その辺っというのは、まあ、哲学的なところで、 まあ、例えば良好になっていくだったりとかストレスが減っていくっていう側面は十分にあるのかなというふうに思いましたので、まあ、みんな大好きな哲学について今回はやろうかなとで、まあ、今後もちょっと哲学っていうのをちょいちょいやっていこうかなと思ってますよろしくお願いしますしじゃああの今日ご参加いただいた皆さん今日の回についてちょっと意気込みと言いますか <laughs> 思うところと紹介をお願いしますではひろこさんお願いします はい、ええー、と茅ヶ崎市在住の土ひ子です。えっ、ー、とまあ、意気込みというか、何もあの考えずにあの参加するのが一番いいのかなと思って。<laughs> あのままあ、っさらな状態で来ました。はい、過去、はい、一応なんかテーマをさらっと。 いましたけど、もうあのもうわけがわからないので、あのちょっとあのなていうかもう言語化してちゃんと伝えられるかどうかが、うん、う難しい <laughs> ちょっと不安なんですけど、よろしくお願いします、うん。はい、よろしくお願いします。そうですよね。言語化っていうところが多分哲学をやるところのあのものすごくいいトレーニングかなというふうに思いますので。 ですよね。はい、ではよろしくお願いします。で、えー、では、えー、清美お姉様、ま、よろしくお願いします。はい、はい、こんにちは。えー、神奈川県在住ホ堀、えー、清美です。よろしくお願いします。はい。えっと、えー、今日、今日はえ、英語ですよね。はい、英語です。もう英語って聞いて、あのー、もう、あんまりいい。いい思い出が全然、あの、蘇って。いうか<ー>なんかすごい後悔したことばかりは、わあって、私の頭の中によぎったので、なんか。うん このエ,エゴが、エゴのなんかこう、うん、なんか捉え方とか、伝え方が私は多分うまくできなかったから、うん、なんかこう、ちょっとネガティブな思い出がわーっと巡ったんだなと思うと、今回話をなんかこう、自分の中で深掘りして、うん、もっとこうあの後悔しない方に生かされたらいいなと思って、ワクワクしました、うんうん。はい、ありがとうございます。 そうですよね。なんかやっぱりあのおっしゃる通り、ちょっとエゴのこと、あの、うん、認知行動療法とかでエゴの部分に触れたりするんですか、うん、あもうあの、エゴイズムって言って、まさにあのじじ自分を知るっていう、<我>うん、あ、自我ですね。うんうん、自分を知るっていうところの,、うん、あのトピックスでエゴ、エゴイズムとか、うん、あの学びました。あるんですね。うん、なるほど。うん あの自分を知るっていうのはすごい発見でもあるし何、うん、でしょうなんかこう腑に落ちるポイントなのかなっていうふうに思います。うん、なるほど。ね、うん、自分を知るっていうことなんだけどなんかさっきおっしゃったキーワードで後悔だったり、うん、ネガティブなイメージを持ってたりとか後悔を引き起こす原因ともなるみたいな、うんえー、エッセンス。まあ、確かかにエゴってなんか色々 あの聞くとあんまりいいものとして扱われていない自分、うん、自我なのにいいものとして扱われていないっていうのって果たして今ちょっと話を聞いていや本当にそうでもともすりゃ後悔とかいうことのきっかけにもなる、うん、なんか私って何なんだろうみたいな自我、うんうん、というところをやっぱりうまく今日はですね頑張ってみんなでですね おあの言語化をしてですねで最終的に、まあ、ちょっと自我っていうところで心地よさなんかを見つけられればいいのかなっていうふうにはどちらかというとね幸せに皆さん行きたいとは思ってらっしゃると思うので後悔が多い人生よりもそうじゃない人生、まあ、それがなんかあの自我エゴがまとわりつくるのであればそれをどう自分でハンドリングできるようになるのかっていうのを皆さんそれぞれ、うん。 うん、なんかあぶり出していけたらいいかなと思います。ありがとうございます。なんかすごい、一層なんかちょっとワクワクしてきました、今。あの、うん、あのこうやって糸口見えてきてワクワクするんだなって思いました。うん、ではですね、ちょっと資料作りましたので、ちょっとそれをですね。はい、というかもう9回ぐらいやってますね。はい、英語<あ>、ね。2022年からやってますね。はい。 で,では、英語といきましょう。はいでまあ、毎度毎度ですね言ってるんですが、哲学とは物事の捉え方を言葉や文章で分かりやすく説明できるよう追求していくこと。 またその学問ということで、さっきひろこさんがうまく言語化できるか、そこを頑張るって、まさに哲学ってそこだなというふうに話聞きながら思ったんですけど、これをですね、皆さん頭の中をうまく、えー、なんか綺麗に言わなくてもいいんですけど、遠っかかりで答えていくことで、だんだん喋っていくことでまとまっていくのかなとも思います。うん、はい。で、ちょっとね、この辺をお話しできたらなと思ってます。エゴって何ってて何 いうこととであなたを苦しめるエゴはあるのかっていう、はいまあ、これをちょっとね明確にできたらいいじゃないですか何かね潜在的なものもあるかもしれないので、うん、何を私は苦しめられる自分の自我で苦しめられているのかとか、まあ、それがちょっとじゃあちょっとこれも漠然としてるのでイラッとさせるあなたの中の <laughs> するべきっていうところをもう実はこれがね えー、エゴとも言えるのかもしれないんですけど、あなたの中のイラっとポイントを探そうというところからちょっと引き出せたらいいかなと。うん、で、ただ、まあ、とはいえ反対にですね、自分ですから、えー、やっぱり自分らしさであったりとかっていう、すごい表裏一体なのかなとも思うんですよね。うん、なのでなんかし、エゴがあなたをもしかしたら幸せにしていることもあるかもしれない。うん、で、あとは、まあ、手放すべきエゴですよね。 自分のなんか本当に形にとして現れないものだけど心の中にあるものなので、うん、手放すことなんてできるんだけど多分それも難しかったりとかですねあるんかもしれないですがこの辺と。で最終的にににエゴと幸せに生きるには みたいな、まあ、このような流れで、えっ、ー、と、みんなでお話ししていきたいなと思います。じゃあですね、ちょっと、あの、私、ここからね、さらに、エゴってなんだっていう話があるんですけど、エゴについて、ちょっと、あの、それを入れちゃうとう、結構私、混乱したんですよ。そこから先の心理学の世界で言われているエゴっていうのを、うん まあ私今バーってずっとさっきも勉強してたんですけどこれ入れてると急になんかちょっとわーって分からなくなっちゃったところもあるしもしかしたらその情報が入る前はエゴっていうものに対して私が偏りを持って見てたのかもしれないというふうにも思ったのでなんかちょっとこの時点でエゴって何かなっていうのをみんなで話したらいいかなって思うんですけどはいじゃあちょっとはい皆さんエゴって何,何やと思っていますか エゴって何さっき苦しめるものとか後悔するものっていうのは何かあるでもあのきよみさんはね認知行動療法の勉強してきたからエゴイズムっていうので勉強されてるかと思うんですけどなんかな,なんですかエゴってきよみさんが理解しているそれは何ですかもう私にとってエゴはなんかもう自分の考え方とか捉え方なのかなっていうふうに思ってて、うん、考え方捉え方うん、うん あの正しい自分が正しいと思っていることとか、自分がいいと思っていること、うん、あと逆にその今、表裏一体とおっしゃってましたけど、自分が嫌いなもの、うん、あこれをされると、すごく不快に感じるものと、うんうん、とにかくなんか自分の価値観とかのなんかこう塊のようなもの、うん、でもなんか、うん そこに、なんか相手とか周りの人の調和を自分の中でこう、なんでこうミックスして、配合して、うん、多分あの日々生活を送ってると思うんですよね。本当は、ね、うんうん、職場とかでも、これ、嫌だな、そういう言い方されてって。うん、でも、その、嫌だなって思うことは、多分自分の英語ですけど、でも、嫌だなって、うん、口に出せる人と、それを出せない人。うん どっちがいって、やっぱりそこに何かフィルターをかけて、うん、嫌だなっていうことよりも、嫌だなって言ったことで、自分が嫌われ、この人に嫌われたくないなっていう、またフィルターかけて、うん、あ、そうなんですねって、ちょっと飲み込んでみることで、うん、なんかこう、あこの会話の中で私は嫌われずに済んだなって思う方が、自分にとってメリットがあると思,思っての行動とか、なんかもうそういうのが。 もうなんか自分の中の価値観とかっていうのが全部英語なのかなっていうふうに思うんですけどでも自分にとっての英語ってなんかやっぱりちょっと自分私の中の英語は自分勝ってっていうなんかちょっとネガティブな、うん、がすごく私の中では強くて、うん、でもあのすごくあの素直に自分のことを表現される方に対してその人は別にあのすごく 自,己あのあの自分勝手だなっていうふうには感じないんですけど私にとってはこう自分の思ったことを全部言語化して全て言うっていうことはあんまりなんかもうもうんかすごいもういやもうまさに「人」っていうところかなと思ったんですけどいろんなポイントがあるこう感じていてこれも大事なんだけどだけどいやこれ言っちゃうと あの問題起こるでしょうっていうポイントと、うん、黙ってた方が結局嫌われなくて済むっていう <laughs>、うん、もういろんなフィルターがかかってで最終的に落ち着くポイントがあるんだけどなんかその落ち着く行動っていうところが最終ポイントであるとするならもうその間にいろんなポイントが頭の中に いっぱいあるなって言ってでもそうよなってすごい思いましたけどひろこさんはどう疲れるなって思いましたなんかそうはそうはそう確かにそうなんだけど疲れるなと思ったんですけどひろこさんどう思いましたか <laughs> はいあのすごい疲れることで、うん、あの私も自分でえっと人からどう見られてるかなっていうのをなんとなくその自分でイメージすると、うん、あのまあ 穏やかでおっとりした人って多分思われてるだろうって自分では思ってるんですけど、うんうん、だから何か例えばちょっとこう気に入らないこと、まあ、仕事とかですけど、うん、でちょっと言い方をなんかこうあの何て言うのか私がちょっときつい言い方をすると、うん、なんとなく場が凍りついた凍りついてしまうっていう気がして。私あんま 嫌われるっていうことはあのー、あんま嫌われてもいいってどっかでちょっと思ってるんですけど、うん、でもその仕事が滞っちゃったりとかなんとなくその物事がスムーズに進まないような感じにしてしまうっていうなんかそう,そういうのはちょっと良くないかなと思っていて。なんかその絵を でも何かやっぱり自分では間違ってないって思いつつ、うん、でもやっぱなんかその強,強すぎる自尊心だったりとか、うんうん、なんかそういうのがなんか私もやっぱネガティブなイメージしかないんですけど、うん、エゴっていうとパッと出てくるのが、うん、それうんと何だろうね利,利己主義みたいな。 利己すぎる自尊心みたいなだ、うん、そういうのがエブンのイメージであります。その利口すぎるかどうかっていうのも、すぎるっていうのも、多分自分が決めること。なんか、多分んスタンダードって、うん、まあそれが常識と呼ぶのかもしれないし。うん みんなが認識しているのを水準スタンダードつ常の式にするっていう常識にしてしまうだけど常識が苦しいっていうのもあるなって今もでもちょっと私まあ,あのひろこさんのところから字が、えっと、私ってこういう人っていうふうにおっしゃって、まあ、このあとのちょっと説明するところであの自分が認識している領域っていう話が出てくるんですね。 で私はこういう人だって思っているところをちょっと上げてですね、あのー、周りから私とか例えばじゃあここに、まあ、皆さんここ結構お付き合い長いじゃないですかでいやいやあなたはこういう人だよっていう周りから見る <laughs>、まあ、あなたと自分が感じてるあなたの左右を今見つけてみたいなって思ったんですね、うん、で、あのー、ちょっと皆さん今まあ ひろこさんが自分はおっとりした穏やかな人だと思われてるんじゃないかっていうふうにおっしゃったんですけど自分ではどういう人って自分のことを思っていますかどうぞひろこさん。<laughs> <laughs> すごい難しいですよね。うん、まあ、うんっとまあ、おっとりというかのんびりはしているんですけど。うんう でもやっぱり何かそのそこにつけ込んでいるなっていう例えばこの人は、うん、まあ昔まあ言われた20代の時とかよく言われたのは、まあ、まああんたあんま悩みないでしょみたいに言われる、うん、言われてきたんです、うん、そんなこと全然ないんですけど、うん、でもその、うん、こういうなんかこうのんびりした話し方とかこういうのからそういうふうに言われて でだからこの人には、あの、ちょっと、例えば、いじってもいいやみたいな。なんか、そういう、えー、なんですけど、やっぱ、ちょっと歳を重ねていくと、そこを、なんかこう、すごい嫌だって感じってしまうんですね。うんうん,うんうん。うん、まあ、その、言われる相手にもよるんですけど、でも、その、なんていうのかな、んか 意外,意外とというか、その思った以上になのか、まあ、時間が年を重ねていくにつれて、ちょっと変わってきたところもあると思うんですけど、うん、なんかその、そうですね、だから私がなどういう人なのかっていう。うん、私、実はこうなんですよみたいな、私は自覚してる限り、うん、私ってこういう人ですっていう。 のは実は実何なんですか、うん、何でしょうね、私は実は、えっ、ー、とお、怒りっぽいとか。うん、<う>実は怒りっぽい、うん。はい、はい、すごい対局のんびりって、うん、他に何かあります、うん、反対かもしれないです。その、うん、見た目のイメージとか,、うん、とか、そうかもしれない。うん、なるほど。 私は実は怒りっぽいんですって。うん、自分では思ってますか思ってます。あのすごい。面白い <laughs> <laughs> そう。あと、寝に持つとか、そういう。寝に持つ。私は結構寝に持ちますよっていう。はい。忘れないってことですか、うん、そうですね。や一応忘れるんですよ。その後でまた、あのなんていうか、消化、ずっと消化されないで、うん、なんかの時にふっと思い出して、うん。 はーってこう怒りの感情がこう出てきたりとかってことはあります。すごい、全然周りからのんびり悩みないでしょうみたいなイメージと怒りっぽいね荷物とかなんか後で思い出してまたずっとそれが続いちゃうよっていう、うん、なんか全然皆さんが多分想像できないところも持ち合わせているけどそれは私だよっていう。うん、面白い。 あとでね、多分ね、今、ようやく私がさっき皆さんのためにまとめた学びの意味がようやく今分かってきました。<laughs> この後とちょっと楽しみにしておいてもらえたらなと思うんですけど、ありがとうございます。えじゃあ、ちょっと清美さん、どうですか私ってこうだよ。はい、私ってねって、こういうふうに自分のことを認識しているっていう、私ってこういう人をどうぞ。ああ、私はこういう人。うん、ああ、どうかな。 多分、あの、決めたことは、せき、あの、責任感は強い方だと思ってます。はい。で、多分、<ん>あと、ああ、どうかな。難しいですよね。あとは、多分、興味があることないことの、あの、が結構、はっきりしてる方だな。うん。を<う>、<ん>私もさっき、 あの、ひろこさんおっしゃった、根に持つ。しば,らく <laughs> しばらくそこでぐじ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 ,ぐじ,ぐじしたいタイプ。うん,う,んうん、うん、うん。あと、まあ。うん、あと何かな。ね自分のことってよくわかんないですよね。ああ。あと、やっぱり、なんか人に甘えるのが結構苦手っていう意識があるのと。うん。うーん。 うん、面倒を見るのは好きだけど、面倒を見られるのはあんま好きじゃないかな。<laughs> えぇっていうところが、面倒を見,見てもらってるんですけどね。そういうのが、ちょっとな、うん、なんかバランスがおかしいところがあります。あとは、なんか、意識、すごく意識してるところは、なんかこう、理性、できるだけ理性的に言おうと思うんですけど、うん、結構、あの、 し習慣がすごく強く出るところがあります。習慣うん。うんあの。なんだろう、こう、その一つの物事に対して、あの、なんかこう、嫌だな、嫌いだな、好きだなとか、私、うん、なんかそれすごい嫌な感じとか、うん、一つの物事に対して結構、あのこれ、これってなんであの人はそう思うんだろうとか、なんかこう、理性的に考える思考より先に、 なんかすごい、は<の>とか、なんかこう,<の>こ,うこう、感情が先に出て、いやいやいや、ちょっと待って、あの、もう、ちゃんと見ようよっていう、もう一人の自分がいるようなところがきっとあると思います。なるほど。根持つ甘えるのが苦手です。面倒、うん、見るのは好きやけど、見てもらうのは本当は嫌だ。うん、で、結構感情。 理性よりも感情っていうのがわって結構色濃く出るんだけどなんとか理性でそれをコントロールしている部分 <laughs> できている部分がある。なるほどちなみにあの私はですねあのすごい楽観的っていうことと、うん、で簡単に諦めないっていうこととですねえ責任感は強いかなと思いますが、うん、あんまり後ろを振り向かないっていうところも、うん、あんなので根に全く持たない。 もううん,んってもうど天然でだからあのそういうところはありますけどあまりにもやったらバチッて線をもうもうバチって切っちゃうので嫌な時ってその思いが嫌でバチって線を切あの関係を断ち切るっていう,う,うこともあってもう全部消去するっていうそういう傾向がありますもう完全に消去する。でなかったことにしてしまうっていう自分の中でっていうのがあります。 なのであの後でバーって出てくる根荷物っていうところでその感情が出てきてしんどくなるっていうところあれで、うん、もうそれがたまらなく嫌なのでもう完全になかったことにもうデリートボタンを全部押しちゃうっていう感じですね、うん、そういう傾向がありますと思ったんですけど今の自分で自覚されているところって今度はですねお互いにいや「あなたってこういう人だと思ってるよ」っていうのをですね周りに言い合おうかなって今ちょっと思ってるんですけど。 まずですね、ひろこさんに対して、ちょっときよみさん、どんな人だと思っていますか、まあ、そんなにね、頻繁に頻繁に会うこともないけど、それでもお付き合いはあるわけで、なんかど、どういう人やったら、もう、そんた抜きで、どうぞ、お願いします、どうぞ。ですね、<laughs> やっぱりすごくあのお,おっとりとされてるっていうのは、すごくあの第一印象で受けました。調、うん、もすごく穏やかでびっくり、うんうん 言われているんですけどもでもあの言葉の節々の中でなんかも,ものすごくこうご自分の中でこう芯を感じるというかなんかそこはおっとりとまた違う何かこうなんでしょうあとものを感じるというかなんかあのすごくご自分の中の何かこうあと何かこう強いもの,あの信じてるものっていうのは あのすごく強く持ってらっしゃる方っていうようなイメージはあるのと、まあ、悩みはなさそうってまあうんと多分いろんなお話を、ね、この回を通じてお話聞いてるので、まあ、悩みがあった時こそすごくあのそこに立ち止まってなんかこうご自分ですごくあのこう考えて丁寧に考えていらっしゃるっていうようなイメージがあるのと あの、怒りっぽいっていうところは、何でしょう。それはなんか意外だなと思ったんですけど、あの、お金の哲学で1億円の話したときに、すごいなんかあの、素のひろこさんが見,見えたんですよね。<laughs> 一億、なんか7000万じゃダメだとか、に、あ、なんかすごい、あのー、ま、それはなんか怒りっぽいとかっていうところではなくて、あの、感情はちゃんとスッと出てくる。うん を感じたので、あのー、すごく理性的に見えるけどもきちんとご自分の中でなんかこう喜怒哀楽のスイッチボタンはきちんとある方なんだなっていうのを感じましたなるほどそうですねじゃあちょっと今の後であの聞きますので先にじゃあ私言いますね私あのひろこさんにおっとりしてるって一回も感じたことないんですねおっとりしてる方やなって一度も、うん であみんなそんな風に思ってるんやと思ったんですけどそれはあの清美さんが感じてらっしゃる真の強さであるとか落ち着いているだとかあとは、えー、丁寧さとあとは聡明さですね賢さがゆえのでもゆっくりって一度も感じたことないんですよでも,もう多分そのスピードだからこそ そういういポイント力強さと丁寧さと聡明さっていうところにつながっているのであの悩みがないんだろうななんてのはもちろん思ったことがないですしあのそんなこと余儀にもしなかったんですけど悩みないやろうなとかそんなこと思ったことないです。だけど、まあ、私が感じたのはあのー、そこですかね丁寧さ、えー、聡明さうんあとは落ち着きからくる 芯の強さ、この辺をすごい。私はイメージしてました。で、まあ、あの皆さんのそのさっき言ったあのお金の話。私昨日もちょっとライブで話してて、大好きなエピソードの大好きな一コマなんですけど、あそこの一コマま英、あ、語っていうその人間らしさ。その人らしさ。その人を自我というならばそれが出てきた時知らない。やっぱりいろんなフィルターを通して出さない部分ってあると思うんですけど。 多分あの哲学クラブが面白いのはもしかしたらそういった本音を本音というか自我を出しても大丈夫っていうあの批判も何も否定も何もないっていうあるじゃないですかだからこそその人らしさが見えてきて面白いより親しく感じられるみたいな側面もあるのかなっていうのはき美みさんの話を聞きながら思いました。うん、というので今のを聞いてどう思いますかひろこさんどうぞ。<laughs> ちょっと涙が出て、そんな。<laughs> <laughs> どうしたどう <laughs> <laughs> えちょっと泣いちゃいました、すごい久々に。<え> <laughs> 本当いや、分かんないです。<laughs> どうしちゃったんだろうって思って、今。 <laughs> うんど,どういう感情になったんですかね。<laughs> うん、と、うーんーなんでしょうね、なんでだろう。うんやっぱりちょっとこう,うん、なんか久々にこう、なんていうか、あなんか認めてもらったっていう。う なったのかもしれないです、うん、ちょっと<う>自分でもなんかびっくりしたんですけどなんか涙がポロポロって <laughs> すごいはいそうかなんかちょっと不思議で <laughs> なんかあのみんなで褒めようっていう意図ではないですけどはいなんか なんかあのどう見えてるかっていうことを多分素直に言ったことがもしかしたら多分いろんなことがあっていろんこれからまあ清美さんもやるんですけどあのいろんなことがあってそのいろんな調整をしているんだけどなんかがゆえになんか押しこられている部分もずっとやり続けた部分とかがなんか人には見えてたりとかするところをこうねぽっ やられるとはーって思うのかもしれないですね。そうか、なるほど、なんか、あいいですね。じゃあ、あ <laughs> 次、じゃ、清美さん行きましょうか。清美さん、じゃあ、ええー、ひろこさん、大丈夫ですか。ひろこさん、どうぞ。えっと、やっぱり、あの、お仕事が、やっぱ、その人の。あの、死を、こう、ずっと見とってきたっていう、お仕事を。を 柄っていうのもあるんですけどやっぱちょっとその他のあの人とは何かちょっと違うその達観した感覚っていうのがあるっていうふうに感じて、うん、あの以前あのちょっと今日は参加されてないですけどあのえっと、まあ、名前を出せてるの,の,のりこさんですかね。うん <laughs> あの私もあのえっ、ー、と清美さんに見とってほしいっていうふうに以前何かの時に、うん、リアル哲学クラブの時から何かの時にそうおっしゃってたのを、うん、あの私もそう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 って思ったぐらいなん,なんていうかこうんか今清美さんがとてもなんかそのご自分のあの 自分はこういう人っていうのを聞いたときにすごくなんかまあ当たり前なんですけど人間らしいところをなんかいくつか挙げられてて、うん、でもなんかその私からするとちょっとその域を超えた人っていうような、うん、何かそのなんていうのか人間がまあ当普通普通の人が私とか普通の人がこう あのなんかカットなることでっていうのもなんかもうちょっと飛び越えてた感情を持った人っていうようなイメージがあってなんかでもそういう、まあ、そんなに何度もあってもないですしあの、まあ、会話はこういうほとんどズームですけどでもそこから伝わる。 あの人柄っていうのはやっぱりもう誠実っていう言葉ってちょっと片付けられないようななんかもうなんかランクが違うっていうかなんかそういうイメージです。いいね、あの私一回首うなずきすぎてもげて元に戻ったんですけど。<laughs> <laughs> 多分高速であの皆さん見えなかったと思うんですけど <laughs> 高速すぎてむっちゃうなずいてたんです <laughs> いやあのなんかね私はあの私のそれこそエゴをさらけ出しても大丈夫な人ですそうですね本んとそれ、ねうん、だからもしかしたら今あの思うんですけど 看、えー、取りをしてほしいっていうのはもう最後の丸裸のなんかもう何にもそこはもうないところも全部受け取ってもらえるというかもうお任せしても大丈夫という圧倒的な安心感であったりとかでもそこは確かに細やかなあの清美さんが自覚してらっしゃるエッセンスがある。 それは責任感の強さであるとかであとは興味がはっきりしてるっていうポイントもなんかあのえちゃんと好きであればもうちゃんとやってくれるっていう信頼感だったり <laughs> イエスノーってはっきり分かりやすいからこそ方向が決めやすかっていうのもそうですし曖昧さがないっていう側面でもあるとは思うんですけど、まあ、それはひいてはえ責任感につながるのかなとも思いますし。 なんかあの寝荷物とかいうところって私からすると逆に正義で許せないことは許せないっていうその正義感が私はすごい逆にあのさらけ出せる要素でもあるというかちゃんとあのいいことはいいそうじゃないだめだよっていうこともなんか嫌なんだよねって時々私ずっとおき合いめっちゃ濃いので。 あれ、ダメだと思います、バリサとか言ってくださるときって、なんか、まあ私もエゴがいろんなシステムが働いて、言えないときとかに言ってくれるときの、その、さらけ出してくれる正義感みたいなものを私大好きで、そこに安心感感じられてたりとか、ああ、よかった、私だけじゃないって、思ってるのは私だけじゃないって、やっぱり言いたいことを抑えたりとかもするので、なので感じていることとか、なのでそういうときに、 言ってくださることでああって私が救われてたりとか逆にするところもすんごいあって、うん、なのでそういうところも含めてなんかこうさらけ出せる人を全てなんかあ自分の字がんかパッて電話したかったら「マリさん聞きます」ってすぐになんかこうエゴをわがままと言ったらそうかもしれないんですけど受け止めてくださったりとか。 するところもあるので、たっかんって言ったら確かにそうかもしれないし、このレベルの方でなかなかいないなっていうのもすごく思うところです。はい、なんですが、清美さん、どうですかこれ、録画したらくださいね。はい、<laughs> <laughs> YouTube でこれで決定され回数、すごい多いと思ったら、ね、<laughs> 清美さん <laughs> あ。それで肯定感を上げますので。<laughs> いやもう嬉しいな嬉、嬉しいしかないですね。あの、すごく、うん、はい、ありがとうございます。ああ、なるほど。はい、じゃあ、あの、すみません。私のエゴエゴが聞きたい、聞きたいって聞かせる、聞かせるエゴが言ってますので、<laughs> <laughs> すみませんが、じゃちょっと私について、あの、まあ、すごい俯瞰して聞きたいなと思うんですけど、じゃあ、えっ、ー、と、どうしようかな。えっ、ー、と、どちらからでも、えっ、ー、と、じゃひろこさんから、ひろこさん。 はい、そうですねあの何、ー、というかもうパワーとかが違うなん、まあ、私あんまりそう霊感とかあれですけどやっぱりオーラとかなんか前に、うん、そ,そのマリさんの行くところがすごくこういい波動があの流れそうな,なんかほんとそういう人っていう感じがすごいずっとしててで あのすごく今やっぱ難しい仕事をずっとされてると思うんですよ新しい挑戦も多いしでも多分その神様はあのー、もうマジさんみたいな人をこうやっぱ援護射撃をすごいしたくてしょうがない人だろうなっていうふうにあのー、思ってましたもうなんか画面を通じてもやっぱりすごい元気になれるしうんなんかすごくそういう 本当にあの、えっと、まあ、ヘルシー、セクシー、ハッピーをもう自でいく人っていう、もうその,そのものの人っていう感じです。じゃあ、おねえ, <laughs> え、おねえタワよろしくお願いします。あ、そうだなって、私も思います。も今日共感なんですけども、そうですね、まあ、英語っていうところでは、 多分すごい、あの掴みたいものに向かっていくあのこうあの行動力っていうのはものすごくたけてる方で、多分自分が叶えたいことに関しては、あのとわないところがあるっていうところは、すごいあの動物的なものがあるんだなっていうところ、なんかあの人間的な部分とこう動物的なあのものってあるじゃないですか、理性とか。 も持っていて多分その叶えたいものに対してはすごい動物的なものが発揮されやすい一面があると,いうところは、うん、あのリスペクトでもありあの時々はすごい何でしょうあのなんかこれいい意味の表現ですけどあすごい動物的で怖いなっていう部分もいい意味ですよもう本当につかみに行くっていうところが。うんあの そこに自分のエネルギーを注いでいくとかっていうところはすごく、あの、誰よりも立ててるなっていうふうに思うところと、あと、なんかすごく女性なんですけど、すごく、なんかお父さんみたいな、なんかこう、みんなを引っ張っていくよっていうと部分とか、あと、あの、なんかこう、なんだけど、とパーソナルケアされてるときって、すごくお母さんみたく、いろんなものを包んでくれる、あの、 なんか人格者が出てきたりとかでもなんかものづくりをしてるときってすごくあの本当に今をあの捉えるなんかこうすごくお大人というか現実味を持っている方でもあるしでもそこの現実味ばっかりじゃなくて子供的な要素がすごくたけてるとこもあってあの遊び心があって <laughs> こうなんかこうワクワクしたい。 <coughs> 自分もワクワクしたいしあの、それを見てる人もワクワクさせたいっていう、なんかすごく少年少女の心を持っているような、あのなんかそれを言うと、すごく、なんか全体的にすごくバランスの取れた人だなっていうふうに思いました。なんかこう、ガミ,ガミこう強いお父さんでもなく、包、ね、み込むお母さんの要素もあったりとか、でもすごく遊び心もあって、なんかこういう人っているんだなっていうふうに思いました。 ありがとうございます。いやうもうなんかあの、半分動物、半分人間っていうところで、あの私、私、うん、あのほん、そもそも星の話が出てくるんですけど、イテザ、イテザのシンボルって、あの、下半身馬で上半身人間なんですよね。<laughs> まさに。いや、いやもう本当に、で、矢を持ってるんですよね。で、根<ー>だったところを打ち抜くっていう。 まさにそこがなんかあのいてざの持ってる資質がですねわーって網羅されてる感じがしてああなるほどなーって人から見る要素ってなんか星のアセンダントっていうところなんですけどあもうまさにまさにみたいな感じでもうなんか星読みを聞いてるんちゃうかってぐらいの <laughs> なんかおっしゃっていただけたのがあーそうかって思ったのとあの、まあ、やっぱりひろこさんがおっしゃってくださったなんかこう 援語があるみたいなあ、ひろコさんでしたっけあのっていうところは、すごい逆に勇気になりました。やっぱりいろんなチャレンジをしているので、あのあだめなんじゃないかなとか、やっぱ思うことももちろんあるので、なんか、「援語がある」っていう言葉っていうのはすごい希望になったりとか売れいい、いいもんですね、人からの目って聞くのってすごく自分の中でね、いろいろジャッジしちゃうとかあると思うので。 なるほどです。ありがとうございます。でまあ今ですね皆さん是非とも覚えておいていただきたい自分にはそういう側面もあったんだよってすごい嬉しい気持ちもあったと思うんですけどなんかこうジャッジしてしまう自分とかもいろいろですね、まあ、ジャッジしてるのも英語なのかもしれないですしではですねちょっとあのここからはですね私が先調べたその人の心っていうのが、まあえっと、ちゃんと、まあ、知らえっとですね この人はフロイトって有名ですけど、まあ、この人が提唱しているものがあるんですね。なので、ちょっと人の心について、皆さんと一緒にちょっと調べてきましたので、まあ、ちょっと理解していこう、理論立てて理解していこうというところで、まあ、人の心はどんなふうにできているのかって、えー、精神分析の創設者フロイトは人の心を一種の装置みたいなものとして見たって、その中にはエゴ、自我ですね。で井戸 S, S っていうらしいんですけど、あとはスーパーエゴ、超自我っていう、この3つの層があると。で、これらが相互的に関わっているっていう仮説を立てたそうです。で、まあも、だいぶ前にこれ仮説立ててるんですけど、今でも心理学とかでこれについてずっと話されてるらしいんですよね。まあ、人ってそんな変わらないので、まあ、この辺の心っていうところで提唱立てられたものが、今もずっとそれは話されていると。 でじゃあ、エゴっていうのは何かっていうと、先ほど皆さんとずっと触れていった、まあ、日々過ごす中で私は何々ですと言った、これは自分と認識している心の層のことですね。なので、皆さんそれぞれあの認識していること、怒りっぽいよとか、寝荷物タイプですとか、責任感強いとか、あんまり人に甘えるのが好きじゃないとか、まあ、これは自分で認識しているところですね。まあ、そこを自我エゴと呼ぶと。はい なので、まあ、必ずしもエゴが悪いものではないっていう、この,この定義ではね、はい、っていうところかなとで。今度は井戸 S、ちょっとここではあの井戸 S とか言われたら、いっぱい名前出てきたらややこしいので、井戸って呼びますね。であの井戸っていうのは、今度は無意識の領域で、自分の心の中にあるのに自覚できない心の層。 ですねまあ、よく健在意識とか潜在意識って言うと思うんですけど多分潜在意識のところだと思いますなんかこう私たちが持つ意識のところのほ当とにほとんど95%ぐらいを占めるみたいなふうに言われてますけど、まあ、ここが、えー、無意識の領域で井戸と呼ばれるで例えば何々がしたいとか何々が欲しいといった欲,欲求がぐっちゃぐちゃになってるそうですここは、うん、で井戸はその場で欲求を満たすことを最優先 する、まあ、快感原則によって動いているそうで、まあ、その何かというと例えば誰かをコントロールしたいとかね多分べきとかがそうやと思うんですけど攻撃したいとかあいつイラッとすんなムカつくなみたいなこう攻撃したいような気持ちあとは愛してほしいですねなぜ私のことをお好きになってくれないのっていうような、まあ、こういう愛してほしいっていう気持ちであったりとか。 で他にも食べたいとか寝たいとか、まあ、こういう生理的な要求、動物的な要求まで、さまざまな要求が本当に入り交じっているところ、これを、まあ、井戸というふうに呼ぶそうです。どうですか、皆さん、こういう感じはありますか誰かをコントロールしたいっていう感じはある方、はい、ああ、ひろこさんない。ないですか、なるほど。じゃあ、攻撃したい気持ちになる時ってありますか あああーるるんだ攻撃したい時のちょっと例えを聞きたいんですけど、えー、とじゃあ、きよみさんに聞こう。先に手上がりました。どんな時攻撃したい気持ちになりますかもう自分の、自分を痛めつけた人は攻撃したいなと思いました。<laughs> <laughs> なるほど。どういう痛めつけられ方ですか例えば。やっぱり否定されたりとか、うん、されると、私も否定で返したいなって。 なる,なるほどなるほどなるほどどういう攻撃方法なんであああの言葉で、えー、攻撃するっていうことですねそうですねはいああなるほどなるほどひろこさんはどうですかどんな時に攻撃したい気持ち生まれますかうんとやっぱり私も嫌なこと言われたりとか、うん、なんかこうもうあの、まあ、さっきもちょっと言いましたけどいじってきて、うん なんかこ,うこいつはいじっていいっていうふうにこの人思ってるなってなったらあの私はそういう人じゃないですよって言ってちょっと黙らす相手がちょっと黙るとよしって思います。なるほど なんかあのひろこさんのエネルギーってやっぱりーンとしてる感じするのでなんかあの凍りつくっていうのが私はすごい意味がわかるなと思ったんですけど <laughs> あのー、多分きついこと言ってるんじゃなくてエネルギーやと思うんですよねなんかどん<ー>とした、ね、無言のすごい強烈なエネルギーってあるじゃないですかなんかそういう感じかなとか思ったんですけどなるほど。 はいまあねあねのこういうふうにです、ねまあ、皆さんの中でもやっぱりいろいろ表面的にはおっとりしてるとかなんいろいろポジティブな面もあるんだけど実は心の中にはこういった、まあ、もしかしたら人間らしいという、うん、言われているような側面かもしれないんですけど、まあ、こういったのがありますよとこれが井戸というふうに呼ばれているということですね。はいでは次いきましょう。次、スーパーエゴ、超自我って呼ばれている領域があります。 でまあ、エゴとして浮かび上がってくる欲求とか衝動を自分のものとして認めていいかどうかを検閲する心の層、まあ、これやったらあかんとかもうさっき皆さん本当におっしゃってくださったいやこうは思ってるけど言わない方が、まあ、その場はあの穏やかに済むだろうとか嫌われなくて済むだろうとか、まあ、こういうふうに検閲する層のことをスーパーエゴ超自我って言うそうです。 でスーパーエゴは、エゴを統制する裁判官や検閲官みたいなものらしくて、まあ、無自覚の領域の移動で,ドで,す、ね、で生じる欲求、まあ、誰かをコントロールしたいとか、さっきも言いましたけど、攻撃したいとか、愛してほしいとかいった欲求の他にも、食べたい、寝たいといった動物的な欲求までは、そのまま発散しようとすると、問題が生じてしまうことがある。でなので、まあ、スーパーエゴがその欲求は OK か。 それは出しちゃだめなのかっていう、こういう門番の役割みたいなことをしている。それが超自我ですね。で、まあ、スーパーエゴ、超自我は、えー、自我は主に幼少期の、えー、保護者からのしつけが心の中に取り入れられてできるとされている。例えば、親から何々しちゃダメっていうような、まあ、こういう,こう判断みたいなところが、まあ、しちゃダメっていう。 のでねえー、統制されているっていうところをずっと親からされていた場合、といったまあしつけを厳しくされたりすると何々してはいけないという考えが、すっごい長寿がとして形成されることもあるということです。はい、ちょっとあの清美さん、パッと説明するとスーパーエゴっていうのはあの自分の移度、えー、例えば無自覚で、えー、生じる息ですね、さっき言ったコントロールしたりとか攻撃したりとか。 であとは自分のエゴとかっていうのを、まあ、検閲みたいな、これがいいか悪いかっていう、さらに判断するポイント。なので、さっき清美さんがおっしゃっていた、あこれ言いたいけど、言わない方がその場を丸く収まるだろうとか、まあ、もう一個の考えが出てきたっていうふうにあの、さっき最初におっしゃってくださったんですけど、それをやってるのがスーパーエゴですね。なんかさらにそこをフィルターかけて、これはやらん方がええやろうとか、これは言わん方がええやろうとか。 で、まあ、これがないとあの、人殺したいとかねっていう欲求とか、そのまま起こっちゃう、人殺したらあかんやろみたいな、まあ、そういうようなところの判断とかしてくれるっていう裁判官みたいな、検閲官みたいな役割をしているのがスーパーエゴという話です。どうですか、皆さんの中にスーパーエゴ、まあ、さっきも例え出てきたんですけど、スーパーエゴ、しょっちゅううろうろしてるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかん<ー>ね、うん。はい ねまあ、というわけで、まあ、こういったものがありますとで、まあ、このバランスなんですけど、まあ、こういうふうに真ん中に自我があってですね自分がいて欲求があってそれをまあ判断するっていう、まあ、こういうバランスでいるらしくてで欲求に対してまあ自我がどうするかっていう。 ところ決めるんですけどでも、いやいやいやちょ、ちょっとこうやろっていう考え直させたりとか、いろんな指令を出してきて、その真ん中に自分がいてどうするかっていうのを決めたりとかしていくって、こういうバランスでいるそうなんですね。で、例え話で言うと、例えば夜中にラーメンが食べたいっていうふうな欲求が出てきたとしますよね。そうしたら、隣で、いやいや夜、夜中にラーメン食べたら太るやろっていうふうに監視役がいると。はいまあ、こういった相関。 で、自分が、まあ、この欲求と、まあ、超監視役のスーパーエゴに挟まれている常にで、頭の中でいろんなことを言ってると思うんですね、皆さん。なんかあだこうだ言ってると思うんですけど、まあ、こういうものがあるからこそ起こることだなというふうに言われているので、うん、もうこれは人間として自然な感情であるとで。これを分かりやすくですね、アニメーション にしたものがあったので、1分ぐらいなんですけど、ちょっと英語では流れるんですけど、十分絵でわかると思います。1分で終わります。ちょっと見てみましょう。おお、look at that guy! I wonder what would happen if I pushed him just a little bit. 彼を後ろから押したらどうなるんだろうっていう、あの、井戸が言ってます。はい。 Hold on, Ed. Doing something like that? what a super ego, isn't it? is murder. Just, who cares about that? I've never seen a speeding train ram into another person before. The curiosity? Is... Murder is completely immoral and unexcusable no matter what, so we shouldn't do it. Um huh? I guess that is really curious about this, but it just is not right? Maybe it's, maybe we can make some sort of problem. で、まあ、これどういう話かっていうと、この人自我がですね、自分がまあいると。で、えー、他の人がいて線路の縁に立ったときに後ろからちょっと押したらこの人どうなるんやろうって。で、まあ、自分の欲求ですね、井戸がえ これはもう興味やんって、押してみたらどうなるかなんて経験したことがないし、ちょっとぐらい押してもいいんちゃうみたいなことを言うわけです。そしたら、スーパーエゴ、ね、裁判官が、そんなことをしたら、えー、殺人になるし、人なんて絶対殺しちゃだめだよってで、そこに真ん中の自分自我が出てきて、いや、確かに人殺しはあかんと。だけど、この要求の、えー、コンプロマイズですね、こう妥協点を見いだすために彼はトマトを投げるっていうことで、この要求を抑えた。 でまあそのもう一人いた人が、ですねなんでそんなことしたのって言って、いうふうに、なんでトマトなんか投げたのって聞いたら、えー、っと、えー、っと、暇だったからだっていう、まあそういうような話なんですけど、まあ、こういったちょっと例えで、欲求と自我と関脈のスーパーエゴっていうのが常に自分の中に居合わせてますよという話ですね。はい 今の、ちょっとまあかなり乱暴な質問かもしれないんですが、今の学びとビデオとか見て、ですね、ちょっと感じたこととかあれば聞きたいんですけど、清美さんいい。かかがですかはいあのー、なんかすごいゾッとするなって思うんですけど、うん、あのさっきの線路の人を襲ったらどうなるのかなとか、うんあの、自分にもそういうところがやっぱりあの要素があるなっていうところを感じたときに、すごいゾクッとしました。うん うん、なんか、やっぱりこう、あその三つのエゴ一、うん、種類でて、あの、なんか、スーパーエゴも持ってなきゃいけないものなんだなっていうふうに、うん、あの、必要なものだし、あの、エゴってネガティブな、なんか、わがままみたいなイメージがあったんですけど、でも、私はこういう人間なんですっていうところも、やっぱり、 思ってないとすごく苦しくなるのかなとか感じたのであの、なんでしょう、エ,エゴって自分にとってすごくあの自分であるために必要なものなんだなっていうのを意識に少し偏り,偏り始めたなっていうような、うんうん、今のまでの学びでそう感じさせてくれました。うんうんうん、ありがとうございます そうですよね私があそこの学びを作った時にエゴっていうのが分からなくなった理由がそこなんですよね。なんかすごいエゴに対してあのすごいネガティブなイメージを持ってるっていうふうに清美さんおっしゃったんですけど結構私もそうだったのがあの、まあ、人の心の中にああいうものが、えー、持ち合わせているっていうエゴそれもエゴの種類として3つぐらいあるんだっていうでも確かにいろんな例でいやそうだよなそうだよなって思ってると。っていうふうに思うとなんか必ずしもエゴって最初に思っていた偏り。 があるものではなかったなっていうふうに思うと、なんか急に、あ、この会を開こうと思った時の気持ちと。学んだ後の気持ちが違ったので、い分からなくなってしまったっていうところで、冒頭スタートしたんですよね。はい、ありがとうございます。さあ、じゃ、ひろこさん、どう思いましたか、今の話、学びをえて。はい、あの、私もやっぱりちょっと最後。もう、あの、かなりびっくり。出しましたし、うん、まあ、人じゃないけど。 あの別にトマトもダメだしでも、まあまあ、あの、まあ、こ,この例えこ,こういうシチュエーションじゃなくてもやっぱりはあの私もこうなんていうのかな私も十分そういうあの要素っていうか、うん、そういうの,あのきっとあるなって思って。ううん、えーうん なので、まあ、エゴがあるから、そのスーパーエゴも、うん、あの機能すると思うので、うまくこうやっぱりバランスをあの取ることっていうのをあのすごく大事だなっていうふうに思いました。<laughs> そうですね。 みんなも、なんかあのこれで言うと多分あの井戸じゃあ,あの井戸ですか中の欲求っていうので,でさっきのビデオの例えで言うとなんかあの榊原事件みたいなのあったじゃないですかあれとかもそうかもしれないですねこうなったらどうなるみたいななんか動物の殺傷であったりとか人であったりとかなんかそういう興味から湧くもの のちょっとそういう残虐な事件をバーって出てきたんですけど、なんかじゃあどうしてそれが行動に移ったのかというと、まあ、もしかしたらそのスーパーエゴっていうところの、もう本当に自分がこう生きてきた老い立ちの中で、えー、与えられた、えー、影響がすごいバランスを崩すっていうようなことになってしまうのかなとも思いますし、まあ、逆にスーパーエゴが強すぎて、で自我、 がもしかしたらなくなるパターンもあったりもするのかなと思うんですよね。なんかこう、本当はこう思ってるのに、べきべきやりなさい、やりなさいみたいな、先の親のしつけの中で、かなり影響を受けるとも書いてあったので、なんかそう考えると、いや、本当に子育てって難しいなとは、私たちも誰かに育てられたわけで、親にね、えー、難しいなっていう人をこう育っていくって、すごい難しいこといやなっていうのは感じますよね。で、じゃあ、こっからですね、ちょっと最初の質問にですね、 あ聞こえますす大丈夫ですか、はい、あじゃあここからですねちょっと最初の質問にい、えー、こうかなと思うんですけどまあその3種類のエゴがあると言ってもじゃあちょっとこのスーパーエゴのとこですね監視役として存在する、えー、もうエゴであるっていうのは多分皆さん分かったと思うんですけどあなたを苦しめるエゴ逆に欲求を抑えるですね、えー、エゴって何かありますかっていうところでそれの分かりやすい例えとして えー、イラッとさせるあなたの中のするべき、こうするべきだっていうところが多分、あスーパーエゴって呼べるのかなって今思うんですけど、あ,のあなたの中のべきを教えてほしいなっていうところですね。なんかこうするべきだと。で、そうじゃない時にイラッとするシーンとか何かあれば、えー、シェアしてほしいんですけど、ありますか私はこういうべきを持っていて、これによくイラッとするっていう。 ち,ちなみには、すごいあってですね、あれ聞こえますいけますかはい。私、べきはですね、早く行動するべきって思うところがあるんですね <laughs>。めっちゃ行動早いので、レスポンスを早くするべきやっていうの、すごいあると思うんですけど、これの理由がですね、 すごい結構最近数ヶ月で分かったことがあるんですよ。なんでこんな風になったのかなって。でいうのがあって、それがですね、あのちっちゃい頃にお姉ちゃんに、ハサミを取ってきてっていうので、カウントダウンされるんですね。はい、これ取ってきて、5、4、3、2、1みたいな。こういっつもされてたんですよ。で、このカウントダウンに間に合わなかったら、頭叩かれるんです、ね、パチンって。遅いって、ね。頭ポリポリかきながら、 ああなんか誰に買ったみたいな、まあ、そこはすごい否定ですよね、達成できなかったみたいな、あこれが原因やと思ったんです。う明らかでした、なんか、もういつもそれやったので、だから、人が早くレスポンスをくれないと、やっぱイライラしちゃうというか、やっぱり自分でネガティブな感情を持ってしまったりとかしてる,してるんですよね。いや普通、やりたかったらすぐやるやろみたいなとこもあるし、私もすごいすぐやりたくなるっていう、性分いや、やろうみたいな感じで行動が早いと。 だから、次々、まあ、それは良い面と悪い面として出てくるとは思うんですね。で、まあ、周りを巻き込んだ場合なんて特にですよね。きっと。このスピード感じゃなかったら、もう置いていってしまうので、私は。だから、逆に最近もなんか、いつも清美さんと活動してくださって、一筆処理コンテンツを作ってくださる中でも、清美さんがまあ行動が早くてですね、もうすげえってもう気持ちよさしかないんです。もう、もうドーパミン、すごいなって。 思うでも楽しくなって仕方ないんですね同じスピード感の人。でもうそうじゃない人はあの腹立たしさはないんですけども置いていっちゃうんです。なんかっていう、まあ、別に無視でもなんでもないんですけどなんかもういろんなことを考えて精査して自我がですねもうチンってなるっていうところなんですけどなんかこうあんまりわーってこう自分でいろいろ腹立たしさを持つのも嫌なのでそこはもう自我がうまくやってると思うんですけど。 っていうでもそこのべきがあって気づいて今それに対して自分がどうしてるのかとか他の人はこの時間を取ることの意味って他の人にとっては何なんだろうっていうのをよく考えてたりします。そこですね、私明確なのが。はい、これについてなんか思うとこありますか <laughs> ひろこさん。えっとそうですね。うんと まあまあ、私は割とちょっとこうと慎重になりすぎてあの本当石橋を叩いて割るタイプのところがちょっとあるって感じてるので、あのー、やっぱ自分にやっぱりちゃんと集中できてるっていうところはやっぱすごいあの素晴らしいなと思うし今私もやっぱりそう自分に対してそうあのそうあるべき。 っっってていう風にあのちょっと思ってますもっとこうあれもこれもやろうとかでしてでこうちょっと中途半端になりがちなところがあるので、あのー、もっと自分が本当何がしたいのかとか何をすべきなのかとかその何て言うかまあいずれやっぱり、まあ、死ぬわけで でその死ぬっていうところからその逆算して考えてやっぱり今大事なことは何何かとかなんかそういうあの余計なこう雑念にこうあの頭ごちゃごちゃにしている暇はないよっていうのをあのなんかそういうふうにあのそうあるべきだなってマリさんの,あの本にも,もう うまくこう切り捨てるところはもう切り捨てていくっていうそういうあの時間をもっと大事に使うべきだなっていうふうに、うん、あの自分に対して思いました今のき聞いていてなるほどありがとうございますきよみさんはどう思いますかそうですねなんかやっぱりマリさんのそのハサミ幼少期のハサミのこととか、うん、パッと出てくるあその話を聞いたときにやっぱりあの 自分の中のなんかその幼少期の時の経験っていうのはすごくなんかこう、あのー、その自分のなんかこうベースになってるところがすごくあるんだなっていうのすごく小さなことだと思うんですけどなんかそれがすごくこう自分の意識の中で植え付けられてる経験があの今の自分なんだなっていうのを、あのーうん、ああそうだなっていうふうに思ったんですよね。で あのでで自分の経験をあのなんだ考えながらお話を聞いたんですけど、私はやっぱりあの母親がシ,シングルマザーだったんで、なかなか甘えられなかったんですよねそう。だから自分でやるべきだっていうところはすごく強くて、だからなんか多分人、人に甘えるのがすごく苦手なところ、甘えたいんだけども、あの甘えられなくて、それで多分、 あの、夫とかに強く当たっちゃったりとか思い通りに行かなくてっていうところがきっと私の中の何々するべきっていうところ自分でやるべきだけど甘えたいっていうなんかそういうところの狭間でいつもなんかこうイラッとしちゃうところの、うん、なのかなとかであとは娘に対してもやっぱりだん今11歳なんですけどなんかだんだん自分でできることが増えてきたりとかすると もうそこでやっぱり自分でやるべきだっていうのを結構口癖のように言ってたなっていうふうに思ってて、うんあのね、困ったら人に頼るんだよって言い,言いながらもそれ自分でできるでしょって自分でやるべきだっていうふうに言ってるところがあったりとかしてやっぱり彼女もあのこう言いたいんだけどぐっとこう唇噛みしめて我慢してるような時を見かけるとはこういうことを私は植え付けてる。 植えつけちゃってんだなっていうのを無意識にハッと気づかされたりとかすると私の何々するべきっていうのがすごい強く日常生活で出てるんだなっていうのを感じましたねなんかでも,いや,もうやっぱり表裏一体やなって思いますよねやっぱりその自分でやるべきだっていうの、うん、自分のその自立力 っていいうところじゃないですか結局周りがいつもじゃあやってくれている手を差し伸べるっていうとですよねなんか側面ではなんか自分で何も他力本願的なところも持ち合わせてしまうかもしれないしねでまあでもそれをまあべきと言っちゃうと唇を噛みしめてるとか甘えるっていうところも、まあ、もしかしたらそがれてしまうっていうところかもしれないし逆にそれあの甘えてる人を見ると甘えやがってって思うんですか つら思わないですかなんかあの、そこは多分人のなんかこう、甘えてる部分をなんとかしてあげたいっていう気持ちのスイッチを入れてくれるので、あなんかこうそ、それやったらいいよとか、それ、こうやろうよとかって言ってるときは、すごく自分の中の、何か満たされてるんですよね甘えられなかったことを認め、あれですかね、他の人のそれをやってあげることで満たしてるところもありますか。は そうかもしんないですね。そうか。そうかもしんないですそうか。それでバランス取ってるのかもしれないですね。うん、そうですね。あ,あ、すごいな。すごい。ねそれがあるのかも、もだから、こう、人にニー、なのかもしれないですね。人の名前をに対して寛容なのか。そうか。 悪いいことばっかじゃないですかそうなんですよ。悪いことばっかじゃないのじゃちょっとヒロコさんのべきを聞きたいなと思うんですけど、ヒロコさんのべきってありますかなんか。イラッとさせる。うん、ちょっと誰か見ててイラッとさせる。うん、やっぱりこう、う何でもかんでもこう、なんていうか、私はあんまり対応。 頼られるの嬉しい時と、うん、やっぱそれはやってよっていう風な時がやっぱりあるのでなるべくこうやっぱり精神的にフラットな状態で、うん、いたいなぁとは思うんですけどうん。 そうですね、私もあんまりそう甘えるのって得意じゃないですけどうんなんかその甘え私も甘えて甘えるのは甘えてこなかった比較的甘えてこなかったと思うんですけどでもその甘えられると私あんまり嬉しくないなってちょっと思う時があります。自分が できなかったから。あの、うん。うん、反対なんだ。もう私もそうですね。うん。なるほど。そうか。親、うん、も頑張るよっていう。<laughs> 私も。<laughs> <laughs> そうです、まあね、の,のうん、内容によりますけど。うん。ね、うん。そうですね。そう。うふうに思います。そう。<laughs> なるほど。 もう私なんか甘えまくりますからね。<laughs> <laughs> もうお願いしまくっちゃうっていう、なんか多分、それを位置関係とかにもよるのかなって、よく、あの、何、えっと、その兄弟とかね、長女やったらやっぱりどうしてもそういう気質が生まれるとか、もう末っ子だったらそういう気質になるとかですね、いろいろかなと思うんですけど、じゃちょっとね、ここでちょっとあの、 方向ちょっとですね、違うところにシフトしたいんですけど、羨ましい誰かのエゴっていう話を聞きたいなと思うんですけど、あの人の字が羨ましいなっていう、まあ、なんの意図かもしれません。あの人の欲求、そしてそれを出すところですね、あのエゴ羨ましいな、持ち合わせたいなっていうものってあるのかなって、ありますか 誰かが出してるまあわがままなのかもしれないですけど、どうですか、うん、純粋になんかこう自分が感じたこととか、あの、うん、私はこれ好きじゃないって言えるすごく、うん、あの羨ましいというか、うん、本当に悪気なく言ってる。うん、私はこれ好きじゃないんだって、あはって言える人がすごく羨ましい なるほど、なるほど。ど,どうしてうらやましいんですかまあ、なんかやっぱそれがちょっと言えないから、いうん、言えないなんかそういうふうにストレートにバーって、あの多分言える人は私は限られると思うし、あの,ああいその相手が限られる私の中で。で、でも、あのどこに行っても、あのこれが自分なんだって言える人って、なんかすごく、なんかこう、 リラックスしてる感じがして力が抜けてなんか本当に楽に生きていらっしゃる楽ってあの何も考えてないっていう楽とかじゃなくてあの本当に私ってこういう人間なんだよろしくねっていう感じであの言える人ってすごくなんかこうあ一緒にいて気持ちがいいしでも自分はちょっとそれができない <laughs> 誰にでもそういう表現ができるかできないかってこじゃできないので。 そそういうういところはすすごく生きやできないっていうことはそうすることによって不快感が生まれるからかなって思うんですけど本当に生きやすくなりますか清美さんだったら。これをやったらなんかもう想像ができない。うん、でも言え入れたら楽,楽,楽だろうななんかその域に達するのに私結構すごい。 新しい環境に飛び込んだとき、すごい一年ぐらいかかるんですよね。うんうんうん。なんかそれまではやっぱり周りのなんか、なんか、なんでしょうね。なんか空気感とか、この人って何を持ってそう言ってんのかなとか、なんかそういうのをこう探ってるうちにあんまり自分のことをこう,こう話すっていう機会をすごく、あの、優先順位を、すごく低く、 うん。でいるところが多分あると思うので、うん、なかなかそ、あのー、今見たくこう楽観的におじ自分を表現するっていうところっていうのはすごくはるか遠いところにいる感じがしますね。うは、ん、る、うん、か遠くてもそこに近づきたいですか、うん、ああ、そう。ねえ、なりたいですああねえ。 本音ですあでも言ったら大丈夫かなっていう気持ちの方がすごいブレーキのかかる方が強いかもしれないですね。うううんんん私あの、あの新しい職場になって半年が経ったんですけど、うん、この前、なんかあの飲み会の席に初めて参加したんですけど、うん、そこで。 あの管、管理者、あ、主任をされてる方に、本当のあなたを私は引き出したいって言われたときに、はあと思って、あ、なんかすっごい何も私はここの職場で自分をなんか出してないっていうふうに見られ、見えてるんだなって思うと、なんかそれはそれで違和感を感じる,るんだなっていうふうに思ったんですよね。 でなんか職場ってなんかあの友達を作る場所でもないし、うん、なんか私はなんかこうやっぱり目的を達成するっていう気持ちの方がすごく強くてなので和気あいあいってすごく大事なんですけどチームワークとか人間関係を良くしてその仕事のパフォーマンスを上げるっていうところはすごく大事に思っているんですけども実際行動とそれが伴ってないっていうところはすごく最近ちょっと。 何ああとかしなきゃなと思いながらな何をしたらいいのかよくわからないっていう自分が <laughs> <laughs> そうです、ね、うん、うんうん、ありがとうございます,いますなんか深,深くってなんか手にしたいんだけど本当に手にしたいのかなとかなんかそれは清美さんとっての心地よさなのかなんかどうどうなんか実際にそれに実行に移す中でなんか話聞きながら まあ、移すまでに時間がもちろんかかるとは思うんですよねなんか変わっていくっていう自分のやっぱすごい深いところにもう幼少期からもう備わっているものだったりとかもするわけじゃないですかやっぱそれを変えるってすごい至難の技う,んもうすんごい深いなところ通っていかないといけないだろうし、まあ、だからこそのなんか「嫌われる勇気」っていう本があったりとかうんするのかなとも思うんですけどありがとうございます。 ちょっとひろこさん人のエゴ羨ましいエゴって何かありますかえっとまあやっぱりきよみさんのととても近いんですけどその例えばこれは違うんじゃないとか、うん、なんかそういうのをあの相手にこうちょっとなんていうのかな不快にさせずに。 なんかさらっと言える人っていうのがすごく羨ましいっていうふうに、うんうん、私最初にあのやっぱりちょっと場を凍らせちゃう気がするっていう,いま、ね、う逆の人であのー、だからなんていうのかただ否定するんじゃなくて自分自分もそのお落としながらその 相手のそのちょっとあの改善点っていうのをあのさらっと言える人っていうそ,そういうなんか会話術にたけてる人っていうのがすごくうに思ってます、うんそう考えるとスキルを取得すればもう何でもかんでも言ってもいいっていうわけじゃなくてそこのスキルを取得すれば なんか達成できるなんかそっちの方が心地よさそうやなっていうのはなんか全く何でもかんでも言ってもいいって結局多分あのその嫌われる勇気みたいな本が出た時ベストセラーになった時なんかはもうなんか多分それの最たるところのとこ,ろことが起こったのかなとすごく居心地悪いんだけどなんか頑張ってなってみるってでもやっぱり居心地悪いみたいなところで苦しんだ人ももしかしたら逆に多かったかもしれないと思うんですけど。<laughs> 要は、今の、うん、その、恵子さんの、恵子さんであれば、すみません、寛子さんのお話を聞くとあの、スキル獲得により、そこって、すごく心地のいい状態でなれるのかなとも思ったりもしたんですけど、どうですかね。うん、そうですね。でも、スキル、そう,そうなんですよね。でも、それを、ど、どこを見て、あの、 そういうスキルというのをこう。身につけていったらいいのかな？っていうのは？ちょっと。難しい。あの好、うん、かれる会話術とか本あるじゃないですか？あそうですね。うん、うん、そういうところにヒントが実践編としたら、そういう本が実践編として役立つのかもしれないですね。好かれる技術っていうのもまさにそうかも。 なんか決して誰をも否定することもないんだけど、うん、だけど、その人が、なんか今日今朝なんかたまたま聞いてた、朝聞いてた、なんかあの、オーディオで、えっと、新入社員の何々君が、営業成績はいいんだけど、スケボーで出社して、いつもあの遅刻するっていう。<laughs> で 1か月ぐらい経った頃にまに、あ、社内会議があって周りの,その仲間たちというか同じ同期の子たちがあいつはもういつも他のスタッフもなんですけどあの、まあ、そのスケボーの男の子もいたんですよあの遅刻ばっかりしてきてでもうクビにした方がいいんじゃないですかってそんなありえないとでそこで社長が言ったのが、まあ、だけどねって売上げ はかなりいつも上げてるよねって、セールス実績もいいしって言って、だから彼から見習えることもあると思うんだよね、みんな、みたいな感じで言ったと。でそうしたら、翌日からそのスケボー少年は遅刻を一切しなくなって、で、まあ、業績も相変わらずいい。で、遅刻を一切しなくなったっていう。 こう話やったんですよなので結局もうそれもその話に通じるのかなってちょっと本質が似てるのかなと思うんですけどスキルというかえ聞けて相手を褒めながら伸ばすじゃないですけど、まあ、それこそ子育てとかもよく使われる大人でもそうだと思うんですけどなんか褒めながら伸ばしていくっていうスキルなのかもしれないですよねなので多分みんなの模範点になるっていうふうに、まあ、そのスケボー少年も自覚した時にですね あの模範の人は遅刻、えー、は製品やろうとかいろいろ自分の中で思えたのかもしれないですよね。なので、まあ、実践に移したい方はぜひそうですあの、好かれる人の話し方っていう本をあってですね、実践に移していくと、えー、そういうの手に入るかもしれないなと思いました。ぜ <laughs> ひ、はいまあ、そういうのを活用してみる。まあ、だからね、こうやっていろいろ考えていくと、そういう本があるんだなっていうのね、うん、分かってきますよね。 あのじゃあですね、まあ、ちなみに私はあの手にしたいスキルというか、人のエゴが出てくるとき、すごい好きなときがあるんですよ。だから私、プロと働くのがすごい好きなんですけどあの、こういうものを、例えばシェフにしてもデザイナーにしても、私の頭の中でぼやっとした困難が好きってありますよね。で、これを言うたとしたらえ、そんなあかんやろって言われると。で、彼らの言いを言ってくれたりとかされたときに、安心するんですね。 この人頼りになるとか完全にど素人の私に合わせて作ってくれたらあかんってちょっと思っていてもう私の好きだけに合わせられるときっと全然私はプロではないのでなんかそれは好きじゃないんだよねとか何か言って私の思う通りになったら多分到底いいものはできないなっていうのもあるので、うん、昔からまあエゴだプロがエゴを出されると私はすごい逆に信頼。 いやそうじゃないよって、クライアントに対して、そうじゃないよ、こうだよって言ってくれる人って、すごい逆に信頼につながるから、私はプロのエゴが出てくるのは好き。だけど、まあ、それにしても、基本の好きっていうテイストが重なってるっていうのは、やっぱり絶対条件にはないあのないと、はやっぱりお仕事はできないと思うので、全然あさったのセンスを持ち合わせてるったら、絶対これはうまくいかないと思うので、やっぱりそういう巡り合わせと、そういうふうにちゃんと言ってくれる。 っていう人たちが現れた時って、あ最高のご縁のチームやなっていうのは、いつもそのエゴというところ、誰かのエゴに対しては思うところもあります。はい。うん、ですね。じゃあですね、まあ、ちょっとそのいろんなエゴがあると、で、ちょっとね、これを機に、まあ、手放したいエゴっていうのを皆さんに、あのこれを機に私はこれを手放してみたいっていうのをですね、 えー、発表してもらって、まあ、それにちょっと取り組んでみてもらったらどうなるのかっていうのを、まあ、ここからですね、えー、しばらくやってみてもらうのもいいのかなと思うんですけど、どうですか手放した英語ってありますか清美さん聞こかな、どうですかああ、本当ですね。手放した英語。うん。うん。そうだな。何でしょうね。多分うん 英語だらけだと思うんだけど、ね、手放したい英語。<laughs> うん。うん。まあ、なんかやっぱり、ちょっと、まあ、なまあ、バランスだと思うんですけど、あんまりこう、あの、周りのことばっかりに優先す、なんかこうあ、優先というか、周りのことばっかりにこう気を向ける自分、うん、っていうのは、ちょっと手放した方が、 いいいなって思いますそういう時ってすごいあの自分を結構見失ってる瞬間がすごく多々あって、うん、振り返ってみるとあんまりこう自分の中のいい感情が残ってないっていうか「私ばっかり」とか<ー>で「誰も私にあれしろこれしろ」なんて一言も言ってないのに周、うん、りのことばっかり見ちゃって「ああれやらなきゃあこれやらなきゃ」って言って結局あのなんだろうその 自分が取り組んだ結果が何の結果もなく、なんかこう、疲弊感だけが残っているときって、やっぱりこう自分がくる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 空回りしてるだなって思うと、ちょっと周りばっかり見てんじゃなくて、こう、なんかこう、これを取り組んでる自分とか、これを取り組んでるって、どんな結果が生ま,生まれるんだろうってう。なんかそういう、ちょっと、 もっと見るところをこう縮小させるというか、うん、自分の手元を足元をよく見るっていうところはにちょっとスイッチした方がいいなって思いますね。すごい実践をぜひしてみてほしいなと思うんですけどどうなるのか、はい、あのまたもし次回哲学クラブでこれは来月とかこのテーマ少し皆さんのどう進捗状況を聞きたいなと思ったんですが具体的にどこからやりますかすまずこれ なんか新しい環境に行くとそれになりがちなんですよね。うん、なので、なんでしょうね。新しい出会いとか、なんでしょう。新しいことに取り組むとき、なんでしょうね、うん、具体的に。わかんないな。なんかチャレンジするときかな。チャレンジするとき。うん なななんんかかよく分かんないな具体的なものがよく出てこないんだけど。うんうん、新しい人と出会った時っとき、それをやってみようかな。うん,うーんなるほど新しいあ。新しい人にそういうことが起こりやすいんですね。うん、うん、思います。でかつ、あの1対1とかじゃなくて、いっぱい人がいると、すごくうなんか思考が散乱しますね。なんか 人ど,どういう人なんだろうとか、あこ、この場の空気ってどうなんだろうとか、なんか、あの人困ってないかなとか、別に困ってるって言われてないのに。なんかそういうところにすごい気が散るんですよね。でもなんか多分、今自分がな何を楽しむとか、今目の前にいる人とどんな会話しようかなとか、そういうことに意識向けた方が多分、終わった後、あ、 こういうことしたなってなんか思い出に残りそうな。うんす,すみません、なんか具体的ではないんですけど。うんうん、全,然全然具体的だったんちゃうかなと思います。このシーンっていうのがやっぱりあぶり出されたので、え、はい、ってと思って、皆さんほんまに違うなと思いながら、なんかもうんうん、思いました。ありがとうございます。ヒロコさんはどうですかこのエゴは私は手放したいっていう。えっと。 うんまあ承認されようとするしすぎないようにしようっていうふうに、うん、その「そうだよね」とか「うん、分かる分かる」って言ってもらうことっていうのに、うん、ちょっとこだわりすぎたかもしれない正しくなくても、まあ、ただこう 正しくあるべきっていうそこにちょっと強い、うん、あの強くこだわってたのかもしれないなんかその失敗しちゃダメとか、うん、なんかそのうーんいろんな考え方の人がいて、うん、そのいいも悪いもない時にあの いや普通こうでしょとかなんかそのちょっとそういうふうに、うん、思いがちなところがあるので、うん、その柔軟性をちょっと持ちたいなっていうふうに、うん、みんなが正しいみんなが言ってるから正しいって、まあ、そこまで強くは思ってないんですけどでもやっぱりなんか たまにそういうとこちょっと出てきちゃうので、あの、うん、た、正しい、正しいっていうことに、こうちょっと、あの、そういう気持ちを持ちすぎないようにしたい、そこをちょっと手放したいっていう、うん、ちょっと難しいですね、どうだろう。うなんかそんな気がしました、ちょっと聞いてて。 なんか私、あの、今の話を聞きながら、私やったらどうすんのかなってちょっと思った。まあ、その、じゃ実践するときに、何か意見が出てるときに、あの、前に確か清美さんがこれ本当っていうふうに、前なんか電話かなんかで、これ本当って思うようにするって、なんか話してくれたことなかったでしたっけなんかこれ本当って。清美さんだったか多分清美さんだと思うんですけど、なんかこれ怒ってることってね、本当みたいな。 っていうようよな,なんか自分の中でそういうフレーズを出すとなんかそこでなんかそれを手放すきっかけのアクションプランというかアクションというか,なんかやっぱりなかなかしつこいじゃないですかその清美さんが言ってくれた状況にしてもなんかやっぱりもう長年ひろこさんのそういうふうに思っちゃう節っていうのはまあ強固に根付いているというか,なんか私の,そのすぐに行動,あの行動しない人に対して 早行動せえよって実は本音はめっちゃ思ってるっていうところとかでもあすごい苦しさしか生まへんなとね自分がこう思ってることって本当に正しいことなのかとかもう泳がせるっていう,もう他の人の価値観とか泳がせるみたいな、うん、泳がした方が楽で、まあ、自分ができることをやればいいっていうようなフレーズをいつもなんか持ち合わせているともしかしたらアクションっていう練習に なんかこう徐々に徐々に、ま、ず,ずっと多分反復してやっていると強化されていくのかなっていうのも筋トレじゃないですけど、うん、あると思うのでそういうシーンになった時に多分そのあるべきで多分苦しさが生まれる時やと思うんですよねグッとグってなのでそれを多分俯瞰してキャッチしてなんか「あ出てきた出てきた私の,あのこれこれ」みたいなこれが結局自分にストレス与えるよね。 ストレスって病気になったりもするので、だからそれ考えると、なんかそこで立ち止まる癖を何回も何回も毎回やってるといいのかなっていう風にに、まあ、今、皆さんの話、なんかじゃあ実際アクションとして何するのっていう突っ込んだとに、なんか毎回そこで気づいて立ち止まるで手放すっていう訓練をずっとやっていれば、なんかそこはソフトになって、自分は楽になるのかなとかも思ったりもしました。うんはい、ありがとうございます。 はい。じゃあですね、ちょっとまあ最後にもう時間もあれなので、さあ今日ちょっといろいろ涙あり笑いあり、なんかいろいろぐちゃ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 したような回だったけど、まあエゴについてはこういうものかっていう新しい多分学びとかもあったかなと思うんですけど、今日参加してみていかがですかはいじゃあ。じゃあ今度はひろこさんから結構、ひろこさんはどうですかはい。あのー、そうですね、でもやっぱりこう、 ちゃんとはなんかまとまれてない気がするんですけど自分の中の意識とかがでもあのそうやっぱ最後にちょっとマリさんがおっしゃったようなその立ち止まってえっとじゃ考えるっていうかそういうまずやっぱちょっとそれそれすした方がいいなっていうふうにあのうん、うん、思いましたあの うん、あとやっぱりそのバランスが、うん、大事なので、うんうん、やっぱり自分のそのそう自分の人生だからそのやっぱりこううんななんていうんですかねそういう、まあ、納得してこうやっぱり気持ちよく過ごすために うん、なんていうか、まあ、焦らず、こうちょっと立ち止まって、こううん、いろいろこうちょっと立て直すところは立て直すっていう、そういう、そ、ま、こ、あ、私足りてなくて、そこもちょっと、うん、直,し直しつつ。 あのまあバランスとってうんあの心地よいあの生活をができたらいいかなっていうふうに思いました、うん、なんかまあまずはそうやって気づくところから、うん、難しいですねちょっと難しいすごい難しいですね、うん、気づくところな、うんやろうなぁ 影は気づくところから立ち止まるって、そ,その丁寧にとかいや、確かにそうやなって思いました、私も。ありがとうございます。今日はあの清美お姉様いかがでしたかありがとうございました。もうネガティブからなんか自分をし知ることに必要なものなんだっていうふうに、なんかすごい思考が変わりました。うんでもやっぱり多分、あのー、また英語に対してネガティブにな、うん になんか捉えるる癖が多分あると思うのでそっちに引きずり込まれるんじゃないかなと思うんですけどちょっとやっぱり自分を押し殺してたりとかあのなんかこうイラッとした時はもうこのビデオ見ようかなって。<laughs> 特にあの <laughs> 激褒めのところあそうです。で思うでも人から見る自分エゴってやっぱり自我ってあの教えていただいて。 なんか自分ってこういう人なんだよって言われたときに、ひろこさんがこうわーって涙出されたシーンとかすごく今日印象深くて、なんか自分をやっぱり認め、人ってやっぱ認められて、うん、すごく嬉しい感情がわーって出てくるんだなと思うと、やっぱそれを自分にもやっぱりしてあげなきゃなって思ったんですよね。あの、謙遜とか、なんかね、やっぱ日本で生まれ育って、 あの謙遜っていう言葉を私なんかね少なからず私たちの DNA に組み込まれてるんじゃないかっていうぐらいあるじゃないですか私ってすごい誠実なのとかって言えないじゃないですか <laughs>、ね、だ,だけどあの自分のそういうせねなんか多分いいところとか私ってこういうところを持ってるんだっていうところはなんかやっぱり自分で認めていきながらあのこうなんでしょうね認めながらやっぱり こう自分の周りにいる人たちを見るっていうことはすごく地に足つけてなんかこう自分っていうなんか人間なんかこ,これを持って今生きているんだっていうなんか実感をができるのかなと思うとエゴはなんかすごくあの大事にしたいなっていうふうに思うことができましたありがとうございますすごいすごいですねなんかアンチエゴみたいな情報がやっぱすごい多いのでなんかそこを、うん に対して、まあ、改めて丁寧に話していくと、まあ、実はそうじゃないっていうものかもしれないなっていう側面が見えてきたことは、いいですよ、だって持ち合わせてるんだもん。だから、それを否定し続けるって、自分を否定し続けるっていうことでも、ね、とも言えるかもしれないし、なんかあの自分が自分に一番ひどい言葉を言ってるとか言いますよね、どうせ無理とか。人には絶対言わない。人には絶対言わないことを自分にはすごい言ってる。まだまだとか。 うん、ほらまたできなかったとかなかなか結果出えへんやんとかまあなんかそういうことを人には言わないのに自分にはすごい無意識でパーって言っちゃってるっていうことを考えると、うん、でも、まあ、時にはこうやって人の力をもう借りて認めてもらうってすごい大事なことなんかこう信頼できる仲までそれをやりすぎるとねやっぱり人に求めすぎると良くないですけどなんかこういう場所で 言い合うってすごい大事かなって思いますよね。なんか。うん、はい、ありがとうございました。まあ、ちょっとね、今日は、エゴみについてね、いろいろ学びました。なんかちょっと最初の頃と、もしかしたらえぐの見方、私は随分変わったなっていうところもあるんですけどあの、よくちょっとキャッチをしてですね、まあ、いろいろ本を使ったりとか、今日話ししましたけども、立ち止まるであったりとか、書き出す。私はこう感じてるっていうことを書き出すっていうのもすごい有効ですよっていうのもありますし、なんかやっぱりメディテーションとかですね。 うん、あのそういうのも役立つ立ち止まって今を感じるとかねよくあるじゃないですか、うん、今それが本当に起こってるのかとかね。 なんかそういうところの立ち止まり方とか結構いろいろそのエゴに対してのアプローチ、えー、問題自分を苦しめるんだったらこういうふうなことが役立ちますよみたいなのも結構 YouTube とかゴロゴロ転がってるので、えー、そういうのも使ってみるのもいいかもしれません。はいというわけで今日もですね皆さんあのお忙しい中ご参加いただきありがとうございましたちなみに、あのー、次回はですね、えー、また哲学クラブなんですけど、えー、最悪の経験がどうして最高の経験になったのかっていう話を。 えー、みんなでしたいいと思います最高最悪の経験どうして最高の経験になるのかっていうはいですねなのでそんなことあるんですね、うん、あるんじゃないですかまあ、今話したらもう来月の分やっちゃうことになるので <laughs> あれなんですけどやっぱりいろんな話聞いててもあのすごい えー、人生のすごく面白い人とかっていうのはほとんどが最悪の経験をしている人が多いとかあの面白い話っていうのは全て最悪の状況が起こっているっていうお話だったりとかよく聞くんですよね。うん、なので あのー、皆さん、どうぞですね最悪、私にとっての最悪の経験は何だったのかなとか、えー、そういったことをちょっと皆さんと話して、私がまたそこからですね展開をしていければいいかなと思います。で日,程はい、日程はですね来月のえー、っとですね5月、えー、6月ですね、次あ、決まってましたっけ ?20 あ、決まってないわ。あ、違う違う,違う、決まってる月 30, ?30 ですかねあ。30だ、30だ。はい、6月30ですね。 ここのまた午前10時からやりますので、はい、はい、よろしくお願いします。はいはい、ちょっと清美さん、ちょっと軽く少しだけお話いいですから、少しだけこのあと。では以上となります。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございましたね